首相秘書官更迭はいまあ翔太郎さんねえー、総理の息子ですよまあ以前そのヨーロッパに行った時にね観光してたんじゃないの疑惑みたいなのありましたそもそもあの息子を秘書官にね任命したという時点ですごく叩かれましたよで私もね就任しただけで叩くなってツイッターかなんかで言いましたね えー、いやこれからいいか悪いかは今後ですからたとえば息子だっていい仕事すればいいわけだからね息子を秘書官にしたっていうだけで叩くっていうのはそれはまだ早いっていうかまだ仕事しないうちに叩くのはどうかなということは言いました、えー、まあだからまあ息子だからといって色眼鏡で見られるかもしれないけども。 まあいい賞としてくれればね評価されるしもしかしたら将来政治家としてのね道も開けるかもしれないわけだからまあ頑張ってみいやというつもりでね就任だけで叩くのはダメだよねとは言ってみたけどもやっぱ駄目だったかっていうですね <laughs> まあまた別に期待してたわけでもないんだけども私がねせっかくああいうふうに。 まあみんなが叩いてる中でいやいやいや就任しただけで叩くのはどうなのよとは言いましたけどもねでまあちょっとあのまあ辛坊さんが言ってるのは総理あの総理皇邸での出来事だから総理皇邸というのは総理の自宅ですよはい <laughs> 自宅での出来事だから まあ、そこまで言わなくていいんじゃないのというのが辛坊さんのご意見でしたね。で、そもそも総理公邸は、ほらもう226事件とか、515、515事件とか、まあね、いろんな、あと815事件も起きて、あそこで実際に殺された人もいて、もう総理公邸って、もうもう夜な夜な幽霊が出るっていう、まあ、<laughs> 話もあるわけですよ。 だからあのー、総理大臣も、まあ、古いし使い勝手悪いしいっぱい人死んでるし銃弾の跡もあるししこたま幽霊は出るしもう,もうここで住みたくないって言って、えー、本当の指定から移ろうとしない総理大臣が多い中で岸田さんは引っ越してくれたしまあそれ自宅だからね。 官邸だったらこれはね、公の、えー、場所なんです、皇帝というのはご自宅だから、ご自宅の中で寝そべってたという話だから、まあ、まあ、皇帝だということだから、そこまで言う必要ないんじゃないのと。これが辛坊さんのご意見なんです。はい。 まあただ私はですねどう思うかというとまあこのね集団リンチとか集団袋叩き的なね雰囲気は違和感を感じるそりゃそうですねえでまあ皇だからまあそこまで言う必要ないとも思うけれどもとはいえ皇定なんですよ で、そのね、寝そべってたとかっていう場所、はどこですかって、これは赤絨毯ですよね。あれは、ま、今でこそね、新官邸ができてから、えっ、ー、と、組閣の時の写真撮影は、あの、新しい場所になりましたけども、あの新官邸ができる前、総理公邸のあそこの赤絨毯の階段、あそこで、ね、新閣僚の写真撮影をしてたわけだから、そういう歴史的な場所でもあるわけですよね。あの、大焼けなんだけども、小焼けなんですよ。<laughs> 公やけ小やけのって感じなんですね。その総理皇帝というのは。だから、公の意味も持つけども、小やけでもあるし、ええー。だからまあ、うん、自宅ではあるけれども、全くの私的なものでもない。そのなんか歴史的な意味のある場所なんですよね。うん。まあ私も行きましたよ。 えー、写真撮りましたけども私の感覚からするとそこでなんか寝そべってみたりとか変なポーズ撮ってみたりとかそういう発想が起きなかったですねええー、あのー、まあ安倍さんに呼ばれてね晩ご飯に行ったんですけどもえー、まあその時は当然、まあ、スーツ着て行ってますけどもイエーイとかする気も起きないですよピシッとねええー 立っってて写真を撮ももらいましたけどもやっぱどういう場所か分かってるからなんか茶化す場所でもないし公邸、えー、個人で住むエリアとはいえやっぱりこの総理大臣に対してそれから官邸公邸ましてや、ね、秘書官じゃないですか。 <laughs> なんかすごい遠い親戚のねおじいさんおばあさんがわさわさ来てとかっていうわけでも何でもなくて <laughs> 非常感なわけだからだからまあ、えー、世間がぶったたいてるのとまああのー、辛坊さんが全然問題ないというのの私は中間ですね、えー、でそれがね。 ああそうそう「品も知性もない」って誰か書いてあるそこなんですよあの飲み会やってちょっと飲み過ぎちゃった騒いじゃったぐらいならいいですよでもねああいうなんかなんていうのかな寝そべるとか、まあそ,ういうあのね、そういう意味ある場所を茶化したりとか、まあ、そううんだから結局、まあ、今回こういうね行動に出たということが随所に出てるわけですよ お父さんの足引っ張っ張てばかりなわけでしょ、えー、現に支持率も下がっちゃったわけじゃないですかだから何のために秘書官になったのか知りませんですけどもやっぱお父さんをサポートしたいはいまあその結果自分もねいい経験が積めるっていうこともあるのかもしれないけど一にお父さんのサポートだったはずですよねえー、いい収入になるからとか楽しそうだからとかそ,うそうこうじゃダメですよねやっっぱりお父さんのの力になりたいっていてうのが あったのかどうかは知りませんけど本来そうあるべきだと思うんですよ <laughs> 安倍さんも秘書官やってましたから、ね、まあそうそう安倍さんも秘書官やっててそれが確実にね、えー、自分が力をつけて現に自分が総理大臣になるっていうそういうことで振り返るとあの時にいい経験したってことになるんですけどもこうなっちゃったらお父さんの足引っ張ってんじゃないですかね えーえーまあ、別に私は岸田さんは、ね、あまり評価してない方ですけどもそれでも息子がお父さんの足引っ張るっていうのは、まあ、見てて気持ちいいもんじゃないししかも、ね、月100万ぐらい給料出てたわけですよね、えー、それで本,本人もなんか、えー、出てきてきね。 ととんでもないい間違いを犯したと非常に下品で品性がなくねまああの本当に申し訳ないということで謝罪してね責任を取ってやめますとか一言言うんだったらまだ可愛げがあるんですけどもなんかやる気がなくなったから辞めるみたいな報道でしたよね心が折れたから本人辞めるって言ってるんですけどみたいな報道でしたけどももし本当にそれがそうだとしたら心が折れたから辞めるっておかしいですよね。 あのしてはいけないことをしたから辞めるわけであって責任を取るために辞めるわけであって自分の心が折れるか折れないかなんかはから関係ないわけですから、まあ、心が折れたというふうに本人が言ったというふうにはなってないですけどもどうやら心が折れたようだみたいなね伝聞の話でしか、ね、記事になってなかったので、まあ、心が折れたと本人の口から言ったんじゃないかもしれませんですけどもはっきり言うと本人がやる気があるかないかじゃなくてね、ええ、取り返しのつかないことをしたから辞任しますっていうのが本来の筋ですよね。 だからもう辞めたいから辞めますみたいなことを書いてましたけどもね本人がやりたいかやりたくないかじゃないんですよ、うん、もう自分がやらかしたことのことの重大さを、ね、自分が知って反省するかどうかですからだからある意味チャンスって、ね、ピンチはチャンスっていうようにあの不祥事ってある意味チャンスなんですよここでしっかりとした記者会見してね反省の,あの色を見せて ね、潔く、あんなに批判されてからやめるんじゃなくて、即座にねで、出た瞬間に、これはひどいことしたと、父親に迷惑かかるからめますって言って、えー、ピシッと幕引きすれば、お、なかなか、なかなかいい、いいんじゃないのっていうふうになったかもしれないのに、ああ、周りからやめろやめろやめろって言われて、最後、押し切られてやめるって最悪ですよね。ええー、まあ、ちょっと、どうでしょう。うーん。 まあ私は会ったこともないので論評する資格もないんですけどもまあお父さんの足引っ張ったの間違いないですよね、えー、<coughs> せっかくいいね、えー、経験ができて場合によっては将来の総理候補みたいにね目されるそういうきっかけをつかめる可能性あったんですよ、えー、それをこんな形でねもう辞めたいから辞めますって言って辞めたわけでしょ ねえもったいないっすよね、まあ、バカだなと思いますけどねあそうそうバイトかよって <laughs> ほんとそのノリですよねもうなんかあのバカバイトとおんじだよ本当に <laughs> そんなノリだよなうん、ね